シラバスはアイダサーバーのことを知らないんだったな。一応顔を出しておくか。カナードのアットホームに行こう。ハセオも説明してよ。シラバス全然信じないんだぞ。ダメだよガスパ。いくらザワールドが楽しいからってゲームと現実は別物なんだよ。アイダとかアバターとかこいつらには関係ないんだよな。そうだぜガスパ、そんなことあるわけないじゃん。ハセオ？だってあの時ハセオだって。あれ？変だな。おかしいな。オイラ寝ぼけてたのかな。ブヒ。オーバー、どうしてアトリの言葉で。オーバーに呼ばれてる。デルタサーバー隠されし禁断の聖域に一人で行こう。いや、ハセオ。ずいぶんと深刻な顔をしているな。あんたの目的は何だ？助力だなんて口実、芝居にしても臭すぎるぜ、オーバン。やれやれ、誠意を否定されるのは辛いな。お前が困っていたからね。兄貴分としては放っておけなかっただけさ。はっ、黄昏の旅団を見限ったのはあんただろう。俺たちを一方的に捨てておいて今さら兄貴面か。心外だな。俺が理由もなく姿を消したと思っているのか、ハセオ。理由なんて関係ねえんだよ。あんたが俺たちを切り捨てた、それだけで十分だ。確かにそれも真実ではある。しかし同時にそれは数ある真実のうちの一つに過ぎない。
ハセオ。真実を知りたいとは思わないか。真実？そうだ。シノが意識不明になった理由、トライエッジの正体、碑文の秘密。すべての疑問は突き詰めればある存在へと集約される。それが何だかわかるか？アイダ。その通り。始まりはアイダだ。アイダを追え、ハセオ。シノを助ける方法も、アトリを治療する方法も、すべてはアイダと共にある。あんた、一体どこまで知っている？アトリのことにしたってそうだ。いつもいつも、あんたは知りすぎてる。俺だって、すべてを把握しているわけじゃないさ。いいかい、ハセオ。碑文はアイダを呼び、アイダは碑文を呼ぶ。碑文が、アイダを？そうだ。しかし、一つの碑文の前には、小さな真実しか現れない。すべての真実をつまびらかにしたいのなら、モルガナの発想を集める必要がある。発想？ああ。すなわち、第一層、死の恐怖、スケイス。第二層、惑乱の蜃気楼、イニス。第三層、増殖、メイガス。第四層、運命の預言者、フィドヘル。第五層、策謀家、ゴレ。第六層、誘惑の恋人、マハ。第七層、復讐する者、タルボス。そして第八層、最短のコルベニク。この八つの碑文を総じてモルガナの八層と呼ぶ。要するに、そいつらを集めればアイダが現れるってことか。ああ。そして碑文とアイダに惹かれ、トライエッジも現れるだろう。道は見えたか？待てよ。あんた、なんで俺にこんなことを教えるんだ？償いでは理由にならないかな。なめんな。そんなんで俺が納得すると思ってんのかよ。モルガナの発想、そいつを集めればアトリもシノも助かる。俺がスケイスで、パイがタルボス、クーンがメイガス、エンデュランスがマハ、それからアトリ、残るは三人。いいぜ、今はお前の口車に乗せられてやるよ、オーバン。だけど、俺は忘れない。あんたが俺たちを捨てたことをな。
ギルドの更新手続きのためにカナードのアットホームに行こう。ホールにいるグランディに話しかければ登録が完了するはずだ。
うわ、すっげえな。ギルドの更新手続き完了。これで鼻毛のようなお前でもこの立派な施設が使える部品。感謝する部品よ。こいつ相変わらずムカつく。ハセオ、おめでとう。これでカナードも初級ギルド脱出だね。なんか立派すぎてちょっと落ち着かないぞ。あ、そうだ。ねえハセオ、クエスト屋に行こうか。張り切って行こう。ブヒできた。